高知県で手すき和紙を続いてます浜田と言います。浜田兄弟和紙製作所という会社で、まあ、兄弟で紙すきをしてまして、代々続いて今4代目で兄弟の紙すき職人としてやってます。兄弟でそれぞれ違った紙を作って、まあ、昔ながらの和紙をすいたり、現在の用途に合った和紙を作ったりと、まあ、いろんな和紙に挑戦して、でこれからはそういった技術をまた若い次の世代へ残せるようなことを今後も続けて、こういう場所でいろんな和紙の良さを披露していきたいと思います。よろしくお願いします。